はいどうも、皆さん、こんばんは、モッティです。さあ、やっていきましょう。ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルド。目の前に見えるのが、おそらく最後の一つ、目的地にある塔ですね。シーカータワーがそこに見えるわけです。で、ちょうどここはどこかというと、始まりの大地の、なんだっけ、トゥミンケか。トゥミンケの祠の近くに来てます。とりあえずは、あそこの祠じゃなくて、シーカータワーか。シーカータワー目指して、とりあえず今日は進んでいく移動会かな。で、ちょこちょこ、そこら辺に、ある、まあ、ちょうど通り道にある祠とかをいろいろ遊んでいく感じで、じゃあ今日も早速やっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、めちゃめちゃ乾燥地帯来ましたね。とりあえず暑さ対策の服着てるんですけど、ちょっと遠いなぁ。あ、てか、マークだけつけとこ。マークちゃんとつけとこ。はい。マークはちゃんとつけとかないとね。どっからどうやって行ったらいいんだろう。わあああああああ。やべえ、なんか出てきた。ちょっと何これ何これ、ちょっと待って待って、なんか出てきたんだけど、急に急になんか出てきたんだけど、なんだこれは。ちょっとまずい、まずいでしょ、まずいでしょ、まずいですよ、まずいですよ、まずいですよ。ちょっと、ノータイムにボードが出ますよ。ちょっと、いった。あ、違う。あ、ちょっと待って。そういう？ちょ、邪魔。邪魔。ちょ、クッパじゃないんだから。クッパじゃないんだからさ。いっ！はぁはぁは、ワンパンでそれ。ワンパンでそれ、マジ。乗れる！そして乗れた。乗れた。置く。ドーン。はん？ちょっと待って。いって、さすがにずっと乗りっぱなしは無理。吹っ飛んだ。はい、爆弾。これ、くっそ時間かかるんだけど。来た。いやー。あ、ここ。よし。いや、なんかもうこんなん。当たれ！よし、あとワンパン、多分あとワンパン。ちょ、当たれ、届かない？よし、来た！倒した！オッケー！なんか無駄に、めっちゃすげえ、何この石の量。やば。無駄に時間かかったけど、そんなに、よかった、こんだけ体力あって。もう、ただ一言それに尽きるな。オッケー。いや、なんか当初の目的を完全に忘れてしまうぐらいな感じだったんですけど。まあ、とりあえずはオッケー倒したので、じゃあ先進みましょうか。まっすぐ行きますか。じゃあねー。これあれだ、コログでしょ。はい。わぁ、見つかっちゃった、またねー、やめてー、やめ、乗れた。おお。スレスレ。よし。で、どこ行ったらいいんだこれ。さて、まだまだ先ですね。めんどくさいのがいるんで、スルーかな。ちょっとでも周り見たいな。倒すか。だからどうやってどのルートで進んでいくのかね。まあ初めてだし、地図もないんで、わかんないから、とりあえず、まっすぐ行けそうなところは全部まっすぐ行こうかな、みたいな。ね、そういうとこありますよね。あのね、ブレスオブザワイルドって、割と、ワイルドなんで、ワイルドな動き方をしていくのがいいって聞きましたよ。ワイルドだろう？
まだ登山部臭いな、これは。まだ登山部だな。だって登れちゃうんだもん。そこに崖があるんだもん。登っちゃうよね。よいしょ。さあ、とりあえず塔の目の前まで到着しましたが、ただ途中途中のところに休める場所がないんですよね。見た感じね。見た感じ休める場所がないので、ある程度高いところからさらに飛んでく感じになるのかな。か、まあアイテム別にぶっ破してもいいですけどね。まあでもとりあえずはアイテムぶっ破しない方向性でちょっと最初は考えましょう。はい。まあでもとりあえずは、ちょっと逆風なんですけど。逆風は逆風なんですけど、飛びます。はい。あー、全然飛ばねえ。マジ強すぎ。全然飛ばしてくれねえ。やっぱこういうことですよね。やっぱだから、やっぱりこう、なんですか。やっぱ、行かせたくない。あ、え？ちょい。なんぞそれは。は、あ、届かないかな。え？え、ちょ、なんで死んだのそこ。ちょっと待って。いや、毒沼なのかなって一瞬思ったんですけど、なんであそこ死んだの一瞬で。怖すぎるんだが逆に。でもなんか普通に来れちゃったんで、とりあえずこのまま登っていきつつ、よいしょ。はい、オッケーでーす。さあ、これでバッチリくっきり、しっかりまったり、シーカーストーンでシーカータワーを開いていきましょう。これで大体の地図が埋まったんじゃないかな。あと何箇所だ？あと3箇所ぐらい埋まってないかなって感じですけど。まあでもそんなもんでしょうね。オッケー。さあ、地図を確認お願いします。お願いします。せーの、ピタッ。さあ、一番南西の、わあ、もう全然何があるのかさっぱりですね。まあ、とにかく、もう荒れ果てた荒野みたいな、そんな感じなんでしょう。じゃあちょっとまた改めて見てみますか。あ、やっぱゲルドだね。ほら、もうやば。やっぱね、ゼルダっていうのはね、何作も重ねてやると、やっぱより深く学べて楽しくなってくるんですね。はあ、この道がなんか、あ、違うわ。この道を先へ進んでいくと、はいはいはい。ゲルド民族に会えるみたいな。ゲルドギャニオン。あ、ここゲルドギャニオンなのね。なるほど。ってことは、すなわち、どこだ？そこか？俺が向いてる方向、こっちか。あれか？全然わかんないぞ。あ、いや、でもそこっぽいな。これ臭くないですか？なんかこの辺の、要は、雲に隠れてるところの、先へ進んでいくみたいな。そんな感じなんだろうな。へぇー。ちょっと周りからいろいろ見ましょうか。ザ・砂漠って感じだね。あそこの橋か。ちょっと道筋通りに行ってみる。道がどれかわかんないんだよね。あ、これか。あ、下にうっすら見えてんのがこれ道か。はい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 。じゃあこのまま飛んで、上から奇襲作戦で。奇襲作戦、何を奇襲してるんですけど、わかんないですけど。あ、あそこにあるじゃん、ほこら。あそこにもほこらありますね。ちょっと待って。うわ、なに、急すぎ。はうわ、いきなり。いきなり。いきなりすぎるんだが。何これ、シマウマ、何、元ネタがわかんないんだけど、何これ、ゾウはいたよね。え、なに、ラクダか、砂漠だから。砂漠だからラクダか、なんだ
いや、でね、違う、俺ね、一個思ったことがありまして、ちょっとこんにちは。こんにちは。サバーク。ここがカラカラバズワールドはゲルド町までの休息地のようなものだ。旅人はここでゆっくりしていくがいい。と言っても、お前はボーイなのでゲルド町には入れないかな。まあどちらにしても、今は神獣が暴れている。町の方へ行くのはやめ、ゲルド、南西の方角にある、この辺りに一番大きな町だ。攻撃の場としては有名で、不夜城とも名高い活気が溢れる町だ。しかしゲルド族は、ボーイは中に入れない。なんで？なんで？水に入ると、涼しくなるみたいな。俺ね、でね、ちょっとこれね、今ね、ピンと来てまして、ちょっと何かというと、どれだっけ？これで、あ、違う。こっちでこうすると、まあ、この、要は記憶の写真があるわけじゃないですか。これ。まんまじゃないですか。まんまじゃないですか。ほら！ぴったんこあるじゃないですか。思い出そうぜ。この景色。懐かしいね。しっかり思い出していただきましょう、リンクさん。いや、久々に思い出すコマンド発動ですね。なかなか見つからないんですよね、こういうのってね。本当に。はい。まんまその通りですね。まんまその通りですよ。もう一瞬、見た瞬間に、あ、岩の並び、あ、マジだ、間違いないって一瞬で思いましたからね、俺。完全に思い出しました。僕は思い出しました。そっから先の記憶はリンクさん、ちょっとよろしくお願いします。いつものやつで。せーの、はぁ！いや、今の BGM すっげえ良くなかった。やばくない？あのハイラル城のさ、トゥッドゥー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 のピアノバージョンの超ゆっくりやつ。やべ、もう、うわーってなっちゃったんだけど、裏で。一人でめちゃめちゃテンション上がってたんですけど。やべえ。いいなぁ。やっぱ思い出すわ。やっぱちょいちょい思い出していかないとですね。いやいやいや、こんにちは。いや、こんにちは。はじめましてですかね。リゾの村から会ってきた、あ、さっき言ったことは言いましたよ。言いましたよ。はい。言いましたね。はい。で、何ですか？昼間すごい暑さでね、これ以上先に進むことができなくてさ、中に入れずともゲルドの街のあたりまでは行ってみたいんだけどね。ひんやり効果がある虫と魔物素材で作る。暑さをしのげる薬があると言ったんだけど、どこにも売ってない。ひんやり効果がある虫はこの辺じゃいない。ゲルド地方の寒いところにある。俺持ってなかったっけ？なんか。ひんやりトンボみたいな持ってなかったっけ？あ。薬を持ってこなきゃいけないのか。薬はね、僕まだ作ったことがないんですよね。ちょっととりあえず、ゲルドの町には、女しか入れないって話なので、あ、すげえ！いや、めっちゃ売ってる。めっちゃ売ってるから、ちょっとそこそこ買っていきたいんですけど、ちょっとそこら辺を、爆弾や、高っ。え、こんな効果だったの？爆弾の矢って。もうちょっと、ゆっくり使えばよかったな。誰か教えてくれてもいいと思うんだけど、入る方法。サバーク、誰？リンクです。あなた、よく見たらボーイです。そうです。キャシャなボーイはママが許してくれなさそうだ。あ、ごめんなさい。パウダー。はい。しきたり？あなたみたいなハイリア人には関係ない話だけど、ゲルドの民、私くらいの歳になると周りがうるさくてね。あれですよね。ゲルドの民、適齢期、街を出て、向こうを探す風習がある。いわゆるボーイハントね。私こう見えても料理、習字、裁縫、一通り教養があるつもりなんだけど、この辺のボーイを求めてないみたい。はぁ、どっかに私に似つかないボーイいないかしら。かわいそうに。まあでもなかなか人生っていうのは難しいもんですよね。お玉いらない。いらない。まあとりあえずさっき行ってみる。君、旅人です。はい。商人なんだ。そうなんだ。はい。あそこのゲルの町に行って攻撃したかったんだけど、あの町女性しか入れないんだ。せっかくここまで来たのにさ。今僕らの隊長がゲルドの町まで行ってさ、中に入る方法を調べてるんだけどさ、いつまで経っても帰ってこないってことはきっとうまくいってないんだろうな。
どうするんですかね。ゴゴトカゲ。まあ、なんか、話進んでいけば、きっと何かしらあるのかなって感じはするので、とりあえず向かうところまで向かってみましょうか。祠もあるしね。ちょっと行ってみますか。行けるか?そもそも大丈夫か?あ、やっぱ体力減る。体力減りますね。もうひんやりの薬を飲まなきゃいけないのか、そもそも。そもそもの飲まなきゃいけない。そもそも飲まなきゃいけない説。犬。あ、かわいい!めっちゃかわいい!わ。あ、めっちゃ懐いた。よしよしとかできないの。あ、かわいい!かわいい!かわいい!あ、わわ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 わ。ちょ、なんか料理作る。料理作るっつってもな。スイカ入れて、イチゴ入れて、リンゴとか最近あんま取ってないんだけど、これぐらいでいいかな。ほい。ひんやり煮込み果実。そんな感じなんだ。じゃあひんやりでメロンさ、ちょっと全部買おうぜ。なんかある ?6 個。96。全然買うわ。買って、まあ、ちょっとそれもいろいろ。でもなんか、あれだな。ご利用しするステージって感じでもしないかな、雰囲気的には。ちょっと、もの考えながら進めてった方がいいかもしれないですね。ふむ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。さあ、ということで、スプラトゥーン2の試写会がダウンロード始まりました。前日当日だとかなり重くなって時間かかると思うので、皆さん今のうちから準備しておいてください。詳細については今日のスプラトゥーン動画でいろいろやってますんで見てね。ではまた明日、あったかくして寝ろよー。